天地は、コイモクコイカに属する魚類の一種。ドクターフィッシュとも呼ばれる。ブリテン諸島を含む西ヨーロッパから帯川、エニセイ川水系など、アジア地域に至るまで、ユーラシア大陸に幅広く分布する、淡水魚内式水魚である。バイカル湖にも生息する。湖や低地を流れる河川など、流れの緩やかな水域で暮らしている。天地は、砂泥底、かつ、 植生の豊かな生水域を好んで生息する。岩が多く透明度の高い水域には稀で、特に流れの速い河川では全く見られない。低酸素状態への耐性が高く、鯉が生存できない領域でも生きることができる。雑食性で、主に夜間に餌を探す。藻類よび種々の訂正性無脊椎動物を捕食する。水温が下がる陶器は泥の中に潜み、 餌も取らない。水草の多い浅瀬で産卵し、粘着性のある緑色の鎮静卵を産む。産卵期は夏であることが多く、卵の数は30万個に及ぶこともある。成長は早く、1年でおよそ0 1 1ラムに達する。天地の若菜。小さな口ひげと微細な鱗が明瞭である天地は、ずんぐりした鯉型の体を持ち、体色は、 オリーブ色から緑色で、背中側は暗く、腹側は黄金色に近い。尾ひれは角形で、他のひれは、明瞭に丸みを帯びる。口幅は、比較的狭く、両端に、よく発達した口ひげを持つ。最大で7 0トルにまで成長するが、ほとんどの個体はより小柄で、全長2 0トルほどであることが多い。目は小さく、赤色から大色を帯びる。 性的不たなりはあまり示さず、成熟したメスでは、オスと比べて、やや腹部が突き出る程度である。ウロコは、非常に小さく厚い皮膚に深く渦もれ、体表面は、粘液質で、うなぎのように滑らかとなっている。他の魚が天地の粘液を体にこすりつけ、傷や病気を治療するという民間伝承があり、ドクターフィッシュという別名の由来となっている。天地は、 食用魚として利用され、味も良いとされる。干賞魚、蝶魚としての需要もあり、雑骨釣りの対象になるほか、バス類の餌にも用いられる。人工的に品種改良を施した天地をゴールデン天地あるいは、シュライと呼び、池や水族館で飼育される干賞魚として人気がある。体色は淡い金色から赤色まで様々で、 黒色ないし脇腹、ヒレに赤い斑点を持つ者も,もいる。金魚とも似た部分を持つが、鱗が小さいため色合いはかなり異なる。大型の天地が、くぼみや泥底、水草の影に潜むことがある。種子の釣り絵に誘引されるが、釣り上げるのは難しい。1kg に達する個体は非常に引きが強い。ありがとうございます。